そうしましたらですね、まあ、もう一組ですね、カードを使うと面白いことができるんですけども、まあ、ちょっとこれ混ぜておきますね。で、今から何をするかというとですね、まあ、誰かに代表になっていただいて、僕と同じことをしていただくという、まあ、そういった実験なんですけれども、これね、同じことをしてくださいと。例えば僕は右手出しますね。もう露骨に左手を出す方ありますね、まあ、これまあ向かい合わせになってたらそういうことありますよね、まあ、意外と難しいもんですから、くれぐれは気をつけていただきたいんですけれども、まあ、ちょっとやってみましょうか、やってみましょうか、じゃあね、最初3人全員でちょっとやってみましょう。で、カードをいきなり使うの大変なので、両手出してください。両手、じゃあ同じことやってくださいよ。大丈夫ですね。はい、そうしましたら手を前に伸ばしてください、はい、そしてひっくり返してください。そして手をクロスします。そして握ってください。ここまでいいですね。ここまでいいですね。で、手前にゆっくりとひねりまして、まだ離しちゃダメですよ。人差し指だけ伸ばすんです。大丈夫？この段階であたふたする方います。人差し指ですよ。小指じゃないですかね、人差し指。この人差し指で自分の鼻をちょっと挟んでもらえます？できます？挟む。ね、挟んだら、声がちょっとおかしくなりますけれども、挟んだらですね、この人差し指を鼻から離してはいけません。人差し指を離さずに他の手をゆっくりと広げると、広がらない、おかしいですね。ちょっともう一回元にしてください。もう一回いきますよ。同じことやらなくちゃいけないですよ。いいですか。両手出してください。で、こすってください。大丈夫ね、ここまでね。で、手を組んでください。こういう感じで、しっかり握ります。しっかり握るんですよ。で、ゆっくりと手前に持ってきたら人差し指を伸ばします。人差し指で鼻を挟むだけ。鼻を挟む。で、あとゆっくりと人差し指以外を広げてると、こんな感じにならない。ちょっと難しかったかもしれませんね。まあ、場合によってはカードの方が優しいって方もいらっしゃいますので、まあ、ちょっとね、まあ、3人一緒なんでね、じゃあちょっと代表して、はい、じゃあちょっとこれ切り混ぜていただけますか。そうしましたらね、もう一組ですね、こちらの方にトランプがございます。まあ、これもちょっと切り混ぜてください、はい、よろしいでしょうか、はいはい、じゃあちょっと置いていただいてですね。で、今ちなみにこれ青いカードですよね。で、こちら赤いカードですよね。で、どちらを使うかまず決めてください。赤と青どっちがいいですか。赤でよろしいですか、はい、で、これはデザインが違う、色が違う、それだけで表向きの構成と全く一緒です。で、カードはじゃあこのように混ぜますね。じゃあちょっと持ってください。あ、赤使うって言いましたよね。使うって言いましたね、はい、じゃあお持ちください。で、こちらも一応こんな感じですね。全部バラバラです。よく混ぜてください。同じように混ぜるんですよ。はい、こんな感じ。そうしましたら、もう一回だけ軽く混ぜましょうか。で、揃えてください。で、適当な場所がカードを分けるんですけど、まだ分けないでください。今僕パッと大体半分ぐらい分けました。で、分けた場所のカードをしっかりまず覚えてください。はい。はい、まあ、他の方にちらっと見せますけど、まあ一応ね、忘れないように。で、戻します。で、これ本当は他の方に見せない方がいいんですね。他の方に見せない方がいいですね。で、お互いに分けた場所の方を覚えるんです。で、ちょっと2人は目を伏せといてください。適当な場所をパッと分けて、はい、そのカードを僕にだけ見せてください、はい、はい。で、戻してください、はい、大体真ん中辺です、はい、揃えてください。今2人でお互いにカード1枚ずつ覚えましたよね、はい、はい。交換します。で、混ぜてください。そうしましたら表を自分に向けて、先ほど自分の覚えたカードをこんな感じに抜き出してください。ちょっと見本見せます。こんな感じに抜き出してください、うん、ありました？ありました、はい、そしてそのカード抜き出して上に置いてください、はい、ちなみに先ほどお互いを切りましたよね、はい、適当に分けましたよね。で、僕の覚えたカードは黒いカードでした、はい、覚えたカードどんな色でした？黒です。まあ、これはフィフティーフィフティーですよね、はい、ちなみに僕の覚えたのはスペードでした。マークはスペードです。これが合うというのは結構高確率、うん、まあ低確率ですね。高確率って言って逆だったら低確率ですね。数字のカードでしたけど、ここも一致してます。僕は奇数でしたけど、奇数、はあ、ちょっと一緒にめくってみましょうか、はい、1、2の3、あら、これがなんと一致してしまうわけですね。ここまで同じにしていただけるとは思わなかったんですけども、まあ、非常にこれうまくいきましたね。じゃあもう一回やってみましょう。もう一回やってみましょう。伏せてください。じゃあちょっとカードをこれお渡しますので、じゃあもう一回よく混ぜてください。で、一応バラバラなことを確認してくださいね。全て一応バラバラですよね、はい、よく混ぜます。
さあこうそうしましたらですね、じゃカードを置いてください、はい、お互いによく混ぜたカードを使います。でさっきよりもですねちょっとじゃあ難しいやり方でやってみたいと思いますので、はい、僕のやることよく見といてください。ですねまずですね、あちょっと僕もやり方が今飛んでしまったのでもう一回いきますね。さっきこういう混ぜ方しましたっけ、こうやってやる、はい、僕さっきねうっかりこういう混ぜ方しちゃったのでこれなるべく同じ混ぜ方に統一しなくちゃいけないんですよ。じゃもう一回だけ見本を見せしますね、まあ、複雑な混ぜ方いろいろあるんですけども基本的にはこういう混ぜ方しないといけないですね。ちょっとそういう混ぜ方してもらいます。こういう混ぜ方最初のこれじゃないですか。あそれできます。できたらなるべくできます。こういう混ぜ方、こういう混ぜ方ね、こういう混ぜ方、あそこからじゃダメなんですね、手前から入れなくちゃいけない。あ、じゃあこれなかったです、はい、まあ、一応こうやって混ぜていただいて、はい、ここまで大丈夫ですね、はい、でここで交換します、はい、お互いよく言いましたよね、はいはい、そしたらまず混ぜられたカードを表向きに自分だけまだです広げていって、どれでもいいんですけども何でもいいです。自分の好きなカード、嫌いなカード、あるいは印象に残ったカード1枚だけですねこんな感じで突き出してほしいんです。どうぞそのカード僕には見せないでください。はい、それ自由に選んだカードですね、はい、そしたらこれ揃えてください。こういう状態、はい、こういう状態持ってもらいます、はい、で一番抜き出して一番上に乗せてください、はいはい、でもう一回確認しますね。忘れちゃうことがあるので自分のカードしっかり覚えてください。忘れちゃダメですよ、はい、で戻してください、はい、そしたら半分ぐらい取って置きます、はい、残りを重ねます。これで真ん中に埋もれました、はい、お互いが自由に覚えたカードです。ここまでいいですね。ここでカードを交換します、まあ、待ってください。何をするかというとさっきみたいに表向きにして自分の覚えたカードを探します。でそのカードをさっきみたいに突き出して抜き出してほしいんです、はい、よろしいですか。わかります。同じカードを出す。そうです、はい、じゃあちょっとやってもらえますか、はい、置けばいいです。で残りのカードを置いてください。例えばですね、はい、今回は私の覚えたカードは黒いカードでした。何色でした。黒いカードです。お、ここまで合ってますね。ちなみに僕はスペードでしたけど。スペードです。スペード。僕は絵札でした。え、絵札じゃない。絵札じゃないということは違いますね、はい、僕は絵札ですけど数字のカードということですね、はい、スペードで数字のカード、はい、でこれお客様のカードを知るにはですね別な方法があるんです、はい、僕のカードの一番上を見るとお客様のカードわかるんです。ちょっと見せていただきます。僕のカードは何であるかを知るためにはお客様のカードの一番上を見ればいいんです。ちょっと見てもらえますか。これですか、スペードのキング絵札ですね、そして僕の選んだのが間違いなくスペードの大成功でした。ありがとうございます、